北九州市にある国の重要文化財、へさき灯台でガラスが複数枚割れているのが見つかりました。灯台を管理する門司海上保安部によりますと、先月14日、北九州市門司区にある国の重要文化財のへさき灯台で、ガラス24枚のうち7枚にひびが入っているのを職員が発見しました。へさき灯台は高さおよそ10メートルで、割れたガラスは上部にはめ込まれていたものだということです。今年3月に職員が訪れた際には異常はなく、門司海上保安部は強風や鳥などの影響で割れた可能性は低いとみて警察に相談しました。警察は何者かが故意に割った可能性もあるとみて文化財保護法違反の疑いで調べています。